皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方はお疲れ様です。どうも、私です。トワイライトシンドローム、続きやってまいりましょう。続きましてはこちら、もう一つの噂ですね。一体ね、いつがさ、待て、でもなんちゃらの噂ってないわ。ほら、第五の噂じゃないんや。一旦これで最後なのかな、じゃあ。トワイライトシンドロームって、実質2枚組なんですよ。これ今探索編で、もう一つ救命編っていうのがあって、まあ、こっちがディスク2みたいな役割になってるんですよね。なので、1枚あたりの話数は少ないのかなとは思ってるんですけど、最後かもね、やっていきましょうか。夕暮れの図書室は寂しくて、誰かと話がしたくなります。誰かこの机の上で文通しませんか？これを見た人、お返事ください。SH。SH。これこれ、見てよ、超バカ者。ヒー、ドリーマー、テレジヌー。いるんだ、今時こんなことするやつ。めっちゃくちゃ孤独な人生送ってんだろうね、こいつ。男だったりして。字だけじゃわかんないからね。とすると何？愛の交換日記？超バカくさ。ねえ、騎士、見つけたからにはさ、やっぱお返事書くのが礼儀ってもんじゃない？やりましょっか。騎士や、主も悪よの。いえいえ、お代官様こそ。メッセージ見ました。SH ちゃんって呼んでいいのかな？私、1-D の騎士ミカです。よろしく。私こういうの初めてなの。優しくしてね。ミカちゃん、お返事ありがとう。本当に答えてくれる人がいるとは思ってなかったからすごく嬉しい。図書室の中でもここの机はあまり人が来ない不思議な場所です。てかもっと隅の方に書くもんなんじゃないの？勝手に。私とあなただけのこの机上通信。いつまでも楽しく続けられるといいね。SH。へえ、机文通、面白いね。面白すぎ。今、うちはその話題で持ちきりですからね。クラスみんなで返事の内容考えてんの。でもその相手の人は真面目に返事書いてるんでしょ？なんだかかわいそう。ああもうこういうやつは少し世間の厳しさを知った方がいいんですよ。人は傷つくことでしか大きくなれないんです。ね、先輩。ちょっとひどいんじゃない？それちょっとやりすぎじゃない？だって気持ち悪いよ、こういうドリーマー。あんたがそんなことしなくても。いつかロマンチストじゃいられなくなる時が来るんだから。今くらいそっとしておいてやれば。大人おっとなだけど、少なくとも私は同情するね。相手がこんなのだとも知らずに、真心込めて書いてるんだよ。ブロンソンならこう言うね、きっと。先輩、SH ってイニシャルの人知ってる？ SH?うん、文通の相手なんだけど、2年だって書いてあったから。一応思い出してみる？ SH ね、イニシャルだけじゃわかんないな。そう？千里知ってる？ H の字から始まる名字から当たればいいんでしょ？いないことはないけど、ちょっと断定はできないよね。読書が趣味だって言ってた。読書ね。確かに今時珍しいかも。どうしても知りたいの？いや別に。ただちょっとどんな人なのかなーって。まあどんくさいんだろうね。あんたらにからかわれるくらいだし。そうですかね。SH ってかなりの、もうとんでもないマンモス校なんかな、この学校。私の高校とかやったら割れるけどな。
非常通信第3回。ミカちゃんお元気ですか？私が2年生だからってあまり気は使わないでね。クラスと本名については秘密。ごめんね。深い意味はないんだけど、まだちょっと恥ずかしいから。もう少しだけ自分のこと書きます。好きな授業は古文かな。本を読むのが好きなので、よく図書室にいます。この間から風立ちぬを読み始めました。サナトリウムを舞台にした悲しい恋のお話です。ミカちゃんはどんな本が好き？あ、村上春樹もさ、もうこの頃から村上春樹な。あれ、いや村上春樹って、あの村上春樹？え、いつぐらいから活動してんの？まあいいや。ディア SH ちゃん。本だったら村上春樹がクールです。バブリーな80年代を抜けてきた彼の小説は、70年代の挫折のジェネレーションを象徴する特有の虚無感で、私ら90年チルドレンのハートにも響いてくるのです。原告の内山の受け売り。本当は、岸井は本なんか読まないよん。これは美穂が書いた。美穂、二人の愛の日記に口を出すな。from 美香岸井。なんか高校生らしい文章やな。なんかこれを、おさぶいじゃなくてなんかすごい懐かしい気持ちで私は見てる。ああ、机上通信第5回。ミカちゃんこんにちは。風立ちぬはとても素敵な話でした。今度貸してあげるね。今ちょうど日が沈むところです。ここから見る夕日はとても綺麗です。裏山の向こうに消えていく夕日に山の姿が燃え上がるように浮き上がるの。こんなに美しい風景が私たちのすぐ身近にあるなんて、とても幸せなことだと思いませんか？どうも、岸井です。今まで図書室ってあんまり来たことなかったから、夕焼けのポイントは知らなかったなぁ。私も一度見てみるね。でも、一緒に見たいやつもいないしな。せっかくの情報も宝の持ち腐れ。別に飢えてるわけじゃないけどね。ほんま女子高生らしい。なんか生々しいわ、これ。なんか文章がすごい生々しい。なんか、女子高生に書かしたんかっていうぐらい、本物の女子高生に。ちょっとご無沙汰してましたね。ごめんなさい。私、マイラバっていうの聞いたことないです。外国の歌ですか？マイラバってなんやろ？私、流行の音楽には疎くて。でも、ピアノは少し弾けるの。この間、ノクターン終わったんだよ。まだピアノやってんだ。マイラバって私も知らん。マイラバをご存知でない？ギャグ。マイラバを知らない。ちょっとビビり入っちゃいましたよ。カラオケとかも行かないよなぁ、その調子じゃ。今時の若者がまずいよ。まったく困ったもんですな。そうですなぁ、って突っ込んでね。マイラバって何？私も知らんねんけど。恋の間方みたいなやつ？じゃあ恋のマイヤヒか、あれ。机上通信第8回。ごめんなさい。私の返事、ミカちゃんのこと怒らせちゃったみたいですね。私ってちょっと周りからずれたところがあるから、変なことを書いちゃったのかもしれません。気を悪くしたなら謝ります。文通は続けてくれますよね。まあ B かな。いや、別に怒ってはないけど、やっぱちょっとずれすぎかも。もうちょっと今の女子高生を心がけた方がいいかなと岸井は思うのですが。机上通信第9回。心配してくれてるんですね。ありがとう。私内気なせいか、あんまりお友達と話したりとかもしないし、今の流行についてはやっぱりよくわかりません。もし嫌じゃなかったら少しでいいから、文通で最近の流行とか教えてくれませんか？私は放課後、ほとんど図書室にいます。窓から見える校庭で、みんなが部活動しているのを見るのが好き。この机でいつか会えるかもしれないね。
こいつわざとボケてんじゃない？なんか変だよね。気持ち悪いよ。だいたいずっと図書室にいるって書いてあるのに、うちら一回もこいつ見てないよね。窓から校庭を見るって言ったって、こっからじゃ新校舎に隠れて何も見えないしさ。からかわれてんじゃない？もしかしてうちの学校のやつじゃないとか。それかちょっと危ないやつね。だいたい部活ができないって何？病弱？今時いんの？そんなやつ。岸、もうやめようよ。これ以上こういうのには関わんない方がいいよ。ちょうど飽きてきたしさ。うん。あ、ミカちゃん続けそう。なんとなくでも読めてきたね。まあ、言わないけど。ジッパーでいいんかな。ジッパーはお子様の読む雑誌だけど、可愛い系で迫るなら一応チェック。キュートまで行くと作りすぎになっちゃうから注意っと。結構、律儀やな。律儀だわ。私何やってんだろう。いい歳してやるか、普通。てか、すごい。この学校ってさ、ほんまマンモス校なん？机の量すごない？図書室の。あら？ゆかりちゃん？先輩、いつしま先輩は部活？インターハイ予選近いからね。サボりっぱなしのあんたとか、帰宅部のあたしみたく、すぐ帰るってわけにはいかないよ。そう。どうしたの？変だよ。先輩、あたし、なんか怖くなってきちゃった。何が？なんか普通じゃないんですよ。あの SH って子。普通じゃない。うん。なんていうか、今の高校生じゃないっていうか。は？意味わかんないんだけど。ずっと昔の人みたいなの。何？時を超えて文通？何バカみたいなこと言ってんの？あんた逆にからかわれてるんだよ。そうじゃないんですよ。絶対そんなことない。何ムキになってんの？じゃあその SH って子、何者だって言いたいわけ？それはわかんないけど。でもなんていうか、ナチュラルなんですよ、すごく。そんなに気味悪いなら、文通やめればいいじゃない。うん、そう思うんだけど、なぜかやめられないの。先輩、風立ちぬって小説、読んだことあります？風立ちぬ？ああ、この間、模試の問題に出てたよ。今度貸してくれるって、SH。ミカちゃん、今までいろいろ教えてくれてありがとう。嬉しかった。でも私、もう返事を書けないかもしれない。もしかすると、もう会えなくなるかもしれません。まあ、ええかな。え？どっか転校したりするの？この文通ももう終わり？うん、机上通信第11回。うん、転校とかじゃないの。もっと遠いところに行くの。遠いところ。遠いところってどこ？遠いとこって引っ越し？日本の中だったら今時そんなに遠くないよ。たまには会いに来れる場所なの？うん、とっても遠いところ。二度と会えないくらい遠いよ。だって、私もうすぐ死んじゃうから。ええー、まあ B かな。冗談なんて、ちょっとね。どうして病気かなんかなの？そんなに重いの？冗談だったら怒るよ、私は。なんかもう書けなくなるかもって言ってから、なかなかの月日が経ってます。ごめんなさい。心配してくれますか？ミカちゃんには心配かけたくなかったけど。私は病気じゃありません。でも、私の命はもうあとわずかです。そんな予感がするの。私はそれに従うだけ。どういうことやろ？ SH ちゃんしっかりしてよ。私を脅かしてんの？私は怖いものには免疫があるからね。
死ぬとか運命とかそんなの信じない。ホラーごっこだったらもうやめて。第14回。信じてもらえないのは仕方ないと思います。私だって信じたくないのかもしれない。でも私、小さい頃からこの時、私の運命の時が来るのを教えられてきました。私のお母さんは私が生まれてすぐに亡くなったの。お姉ちゃんは3年前。だから今度は私の番。これが自然な成り行きなんです。え？何言ってるのか全然わかんない。もうやめて。こんなんじゃ。私これ以上付き合う自信ないよ。SH ちゃん、もう文通続ける気ないの？お願いだからもっと楽しい話しようよ。15回。ごめんなさい。嫌な思いさせたみたいですね。でも私、怖いの。ミカちゃん、死後の世界ってあると思う？私は暗くて寒いところだって聞きました。小さい時からずっと覚悟をしてきたつもりだったけど、もうすぐと思うとやっぱり怖いです。ミカちゃん、一人で死ぬのは寂しいよ。わー、やめちゃうの？せめてあばよぐらい。ああ、言ってるわ。やめます。もうこれ以上付き合えない。ごめん。あばよ。ミカちゃん、私のこと嫌いになっちゃった？仕方ないよね。嫌なことばかり言って。もうそろそろさよならです。やっぱり私は行かなくちゃいけないみたいです。でもその前に。会いたいよ、ミカちゃん。会いたい。ゆかりちゃん。何？不安そうな顔して。なんかあったの？あのね、嫌な噂聞いたの。そんなの気にすることないよ。いつもの、ゆかりちゃんのことだ、ん？ゆかりちゃんのことじゃなくて、ミカちゃんのことなんだけど。ん？あれか、ゆかりちゃんが、生物の共生とできてるとか、その噂ってことかな。前に言ってた図書室の落書きね、最近変なんだって。変。そういえば前、ミカもそんなこと言ってたけど、何がどう変だって？なんか、死ぬとか寂しいとか。ミカちゃん変なことに巻き込まれないといいけど、ミカちゃんは？図書室だって。すぐ戻るとか言ったくせに。遅いなぁ、何やってんだろ。あの、机文通。また返事書いてるのかな？いや、本を借りに行くって言ってたけど。風立ちぬ？その、SH が言ってた本。ねえ、ミカちゃんのこと迎えに行った方が良くない？まあ、これはじゃあ行こっか。そうだね。ちょっと様子見といた方がいいかもね。出かける前に行き先をちゃんと伝えておいたから助かるパターンじゃん、これ。なんか、案外、世話好きなゆかりちゃんにちゃんと行き先伝えといたから。しかしなんだってあの子、図書室なんかに行ったんだろう。一番縁がなさそうなのに。私も人のこと言えた義理じゃないけど。千里？夕焼け。え？ここから見る夕焼け、綺麗ね。裏山が燃え上がってるみたい。そんな重ならんでも二人。なんだかすごく胸騒ぎがする。早くミカちゃん見つけないと。ゆかりちゃん急ごう。これなんかボーって言う音聞こえると思うんですけど、これゲーム音ね。ね？静かになったでしょ？誰もあれいない。一人で帰ったんじゃないの？そんなわけないよ。でも、ミカちゃんが座ってたあの机ってさ、決して人があんまり来ない机じゃないよな。早く探さないと。なんだか悪い予感がする。ねえ、ゆかりちゃん、ミカちゃんが借りるって言ってた本何？
確か風立ちぬって日本文学のところかな。ミカちゃんにも他者を分かろうとする気持ち、あれ？ちさとちゃんを動かすの？ミカちゃんにも他者を分かろうとするような、そういう気持ちがあったんやなぁと思って。ん？あ、こっち行けるんか？え？ほら。やっぱりいない。ゆかりちゃん。風立ちぬってこれ？借りてかなかったのかな？新しい本入ってるんだよ。こんな古いの。開いたら壊れそうだし。そうだといいけど。ん？てか放課後の、あ？なんだ、まだ残ってたのか。もうすぐ下校時間だぞ。早く帰れ。学校の放課後ってこんなに人いなかったっけかな。なんやかんやで人いっぱいいるイメージやけど。あ、はい。あの先生、岸井さん見ませんでしたか？岸井？ああ、そういえばあいつ最近よく図書室に来てるな。今日もさっきまでいたみたいだけど、帰ったんじゃないのか？いつの間にかいなくなってたな。あれ、その本。え、風立ちぬか。出てきたんだな。出てきた？ああ、長いこと見つからなくてな。もうずっと昔、30年くらい前かな。俺が新卒の頃に女生徒が寄贈してくれたんだ。当時で言う文学少女ってやつでね。図書室に入り浸りの子で。他に友達もいなかったのかな。いつも一人図書室で本を読んでいた。綺麗な子だったんだけどな。何かあったんですか？この学校の裏山に崖があるだろ？事故であそこから落ちて亡くなってしまったんだ。先生、その女生徒の名前わかります？名前、あ、その本の寄贈の版に書いてあるんじゃないか？裏表紙、ここ。寄贈、昭和38年。姫神桜。すごい名前や。姫神桜。SH。ゆかりちゃん、ミカちゃんの言ってた机って？確か窓際って。先生どいて！裏山の崖で事故ってなんやろね。あ、今日行きます。行く前に一度だけ会ってください。午後6時半、裏山の社で待ってます。SH。会いたい、だって。どうしよう。ゆかりちゃん。ミカちゃん、きっとそこ行ったんだよ。学校の裏山なんて、ドラえもんの設定ぐらいでしか、聞いたことないけど。わ、すごい！めっちゃ裏山や！ローファーで登ってんの？なんか遊歩道みたいなのが通ってるんかと思ったんやけど、違うよな、ガチよな。社ってどっち？確かあっち。うわぁ、立派！いない。探そうか。確か、この社で待ってるって書いてあったよね。千里探すの手伝って。うん。千里ちゃんのさ、霊感センサーでも引っかからんの？いないよ、ゆかりちゃん。本当にもうあのバカ！まさか崖の方に。千里行くよ！そんな有名な崖があんの？ああ、いる！あそこ！急いでゆかりちゃん！危険な崖やな。ミカ、ゆかりちゃん。
どうしたの千里。ゆかりちゃん。ミカちゃん。一人じゃない。一人じゃない。やめてよ、変なこと言うの。え？私これ、動けないね。ミカ？人待たせといて何やってんだよ。ミカ？ほらもう帰ろ。私。え？行かなきゃ。行くってどこへ？ SH。岸井さんダメ。ミカ。あ？え？どういうこと？飛んだ！ミカが飛んでる！どういうこと？あ？商店。何？え？ミカー！え？ミカー！どう？これで救命編に続くの？斬新！これ、すへー、あっぱれ！いや、これさ、なんか昔のゲームって、こう2枚組っていうかさ、2部作、3部作ってちょこちょこあったみたいやけど、これも私は、だいぶ未来の人間やから、2部作ちゃんと出てるの分かってるから、あ、次救命編に続くんやなって思えるけど、これ当時の人ちょっとハラハラしたんちゃう？たまにさ、2部作3部作やのに最終章出ないっていうのあるやん。なんか、その感じで、ねえ、なんかシェンムーとか、まああれは最近、っていうかここ数年ぐらいで確か最新作出たけどさ、シェンムーとかさ、あとデスクリムゾンとかさ、いや、古いゲームなんですけどね。なんかちょっとあのネタ的なあれで、知識にはあって、あの辺とかはね、あのちゃんと完結してないみたいな話じゃないですか。なんかあんな感じで終わらされるかもって言って当時の人ビクビクしたんじゃないかなって思うんですけど、大丈夫ですよ。あのちゃんと続きである救命編発売されてますし、あの私もうね持ってますのでね。まあ、一応あのこれは探索編と救命編の2部作でぶっ通しでプレイするつもりなので、あの、この後もね、救命編をアップしていこうと思います。よろしくお願いします。すごいラストやったなぁ。じゃあ次回はあれってこと？ミカー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 の続きからってことやんね。斬新。特報。僕幽霊。ああ、これ次回作か。救命編の告知ね。